関してワンポイントフランス語レッスンを行いましょう。はい、あの代名動詞ってスとかあのつけるスレベとか、スクシェとかですよね。はい、その例のです。代名動詞には様々な用法がありますが、今日はお互いに働きかける相互的用法の代名動詞を使って文を作ってみましょう。愛の国フランス、愛するを意味する英名を用いた代名動詞はこのように書いて生命ですが、ミキさん、まず意味はどういう風になりますか？はい、生命で相互的なので、うん、愛し合うじゃないですか？そうです、愛し合います。その通りです。では彼らは愛し合っているというフレーズを作ってみましょう。愛し合うだからいる、いる、いるゼム、いるセイム。あー、いるセイムね。はいはいはい。ここで注意したいのが、相互的用法の代名動詞を使う場合は文の主語は必ず複数形です。このいるセイムもいるは三人称複数になってますね。だって一人で愛し合うことはちょっとできませんよね。コンプリケっていうやつですね。はい。つまり彼らの他には私たちは愛し合っているということでヌヌゼイモン、またはオンセンという言い方もありますね。そしてあなたたちは愛し合っているということでウーブーゼイメとなるんですね。代名動詞は他にも再帰的用法、受動的用法など様々な用法がありますが、身近に使えるところからしっかり学んでいって身につけることが大切ですね。総合的にまずは愛し合う攻めをしっかりきっちり覚えていきましょう。はい、この代名動詞はフランス語ビデオ講座文法解説の第20課で詳しく説明されていますので、ぜひ学習してみてください。それでは今回はここまでといたしましょう。